今日もですね、皆さんに簡単なアンケートをお答えくださいということで質問させていただきました。ちなみに今日の内容はこちら。どうでしょうか、最近ハマったものはありますか？あるないからお答えください。どうでしょうかね、結構皆さんの中ではこの春に向けて新しい趣味に没頭したりハマっているものもあるかと思います。ぜひまだ間に合いますのでリプライでコメントいただければと思っております。ちなみに私のハマっているものは最近はですね、呪術廻戦にハマりまして、いや急ですよね。以前途中まで見ていたんですけれども、ちょっと時期がちょっと忙しくなった時がありまして、呪術廻戦見れてなかったんですよ。でようやく落ち着きまして、呪術廻戦を休みに一気に見たところも案の定ハマりまして、翌日には映画館に走っていました。で映画館に行ったんですけれども、まだ足りないと思って、1回じゃ足りないと思ってまた翌日に行って2日連続の更新となりました。今日も行こうかと思ったんですけれども、今日はさすがに時間がなかったので、明日また行ってきたいと思います。明日は 4DX で予約して入れたので、もう、実質3日連続ですね。 4DX で見たいと思います。そう、風が出たりなんか揺れるらしいんですよ。だからポップコーン食べてみようかなと思ったんですけど、結構ガタガタ揺れるみたいなので、本気でポップコーン食べずに飲み物ぐらいに収めて明日見に行こうかなと思います。戦闘シーンがすごくかっこいいんですよ。それがまた 4DX で見れるとなると、より臨場感が増すかと思うので、明日とっても楽しみです。いや、頑張る時にはやっぱりね、自分の趣味に走るのがいいですよね。そんな中でも主人公のおっこつくんがかっこいいんですよね。映画の中で主人公の役なんですけれども、いや素晴らしかった。一言で言って素晴らしかったです。ネタバレができないのであんまり言えないんですけれども、ね、純愛だなって純愛だなって、こう、いや素敵なんですよ、ストーリーが。一人の女の子のね、気持ちをこう組んで進んでいく物語が美しいですね、本当に。いや本当ね、色で言うとピンクです。あんまりネタバレ言えないので、はあ、素敵だったなって。もうね、なんだろう、深みのある作品ですよね。1回目は泣かなかったんですけれども、情報修理できなくて、情報をうまくつかめなくて、2回目になるとなんだろう、なんかどんどん解釈がなんだろうな、ハマっていって深みができたので、2回目の方が泣いてしまいました。3回目どうなるのか、私は明日実証していきます。何回まで見るかですね。4DX でちょっと経験していきますので。いや素敵。キャラがやっぱりいいですよね。おっこつくん好きなんですけれども、ななみんも好きなんですよ。ななみんもかっこいい。ななみんもかっこいい。立ち位置としたら、まあ、先生というか先輩にあたる、ね、キャラなんですけれども、ななみんのセリフが好きなものがあって、でも、ね、それもネタバレになっちゃいますかね。いや大人になるということは言っちゃダメですか。確かにまだ見てない方もいらっしゃいますもんね。いやでもそうだよなと思って、絶望を重ねていくことでこう大人になっていくんだろうなっていう、なんかこのセリフがまたいいんですよね。いや、いい深みのある大人になりたいな、私も思いました。いやもうたまらないですね。明日もまた行くので、また皆さん聞いていただけますか、私のお話を。ただナナさん止まんないですね。ナナさんとお話、ツイッター上でもしたんですけれども、ナナさんも呪術廻戦が好きでリプライをしてもらったんですよ。で今度ナナさんとも呪術廻戦見に行こうねって話をしたので、もしかしたらまたお話するかもしれません。私5回目4回目か5回目になりそうですね。はい、で今日ロッカーを開けたら、ナナさんからおっこつくんの絵とイラストとしのぶさんのイラストをいただきまして、すごく嬉しい気持ちになりました。やっぱりこう趣味がね合う方がいるって幸せですよね。いやほんとこういうね、周りに趣味が一緒の方がいるってありがたいんですよ。生きる意味を与えてくれますね、本当に。そう、ロッカーに入れていただいたんですよ。いや、ナナさん本当にありがとうございます。いや大事な仲間ですよね。趣味が合う方って本当に貴重なのですごく嬉しいです。なかなか近くにいないですからね。アニメ漫画が好きでも同じジャンルが好きっていうのがすごく希少なので、いやもうありがたい環境だなと思っていますけれども、皆さんハマっているものありますか？まあ、こうね喋ってるとね私の話で終わってしまうので、ちょっと皆さんのご意見もね伺えればなと思っておりますけれども、では結果見ていきましょうか。結果はこちら。結果はあるが553、ないが245となりました。こう見るとあるが多いですね。7対3の割合ですか？7人じゃないですか？ちょっともうダメだです。7対3じゃないですか。すごい。ななみんも好きなんですよ。私キャラがいいんですよね。本当にね。7対3の割合を思い出してしまいました。はあ、もうねたまらないですね。ちょっと見ていきましょうか、リプライで。うん、もう奇跡的な展開じゃないですか。ああ、素晴らしいですね。ということ